リボと一緒。やあみんな、こんにちは。ちょっと声が小さいみたいだね。次からは気をつけようね。今回はこれでいいからね。僕は逆のお兄さん、バイヤー高橋兄だよ。今日も一緒に絵描き歌絵描き歌をして遊ぼうね。今日はスプーの絵描き歌をやっていくよ。はい、みんな集まって。はい、はい、急いで急いで集まってね。それじゃあ早速やっていこう。あ、ちなみに曲は使えるものをやりくりして詰め込んでるので、そこはご容赦ね。前回コメントやめてねって言ったのに、これ曲違くねとか結局いっぱいコメント書かれてたから、今回こそやめ。それでは早速やっていこう。まず最初は普通の絵描き歌だよ。チョコランタンにへんてこ UFO 飛んできた。どんな形？もこもこもこ、もこ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 。窓の中には宇宙人、宇宙人。スイカが好きな UFO が大きなスイカを食べちゃった。種が2つ、ピッピー、羽をパタパタさせてたよ。こっちもパタパタパタ、帽子かぶってバナナが好きなの誰だっけ。あっという間にスプーだ。最初の UFO のくだり、なんもしねえのかよ。どうしたらいいか全然わかんなかった。あんな尺長いことなんもしないって珍しい歌で、いらねえだろ。とっても書きやすくて全部意味のある歌詞だったね。じゃあ早速逆翻訳していこう。チョコチップクッキー、多くの UFO が使用されてきました。なーによ、プルプルプルモーカ、プルプルプルモーカ。窓の中に見知らぬ人、スイカを持つ UFO があります。大きな錠剤を食べました。2種類、彼はため息をつきました。それも羽ばたきます。聖なる暴行、聖なる暴行。恋人がバナナ、あっという間に家主の老人が近くのモカが揺れていることに違和感を覚え、それは昨日老人が焼き上げた UFO 入りのスイカチョポチククッキーが力を振り絞って飛行し反撃しようとするも燃料が足りず断念している様子で、一方泥棒に入った男2人は怪しい薬2錠を服用し、羽が生え恋人もできて人生絶好調であるが、薬を水なしで飲んだ
ために副作用で膀胱が天に召されようとしており、本来は大きい薬に対し水も大量に飲む必要があり、この後飲もうとしてた老人が舐めてた水がこれらで、要するにこいつは魔女。見てはいけないおばあさんの秘密が明らかになる歌だったね。このクッキーは大丈夫だよ。ちなみに小学2年生の時に転校して、その学校で言われてたあだ名がほくろいっぱいあったからチョコチップメロンパンって呼ばれてたよ。クソったれエピソードだったね。クソったれな気持ちなので、さらに逆翻訳していこうね。え、チョコレートなし、いいですね。無毛膏過去新発売、モトクロス諦める、金骨格諦める、窓の中に宇宙人、水の音、私は優れた食品を食べた、二つの果物、エンドウ豆の痛み、牛肉を振る、余分な金額、膀胱を打つ、恋人がバーナー、あっという間にある。雨の日、その日もいつもと変わらず、大家に食事や娯楽を禁止され、エリートになるために優れた食事を通り、外との接触を禁じられた宇宙人に一目惚れした少年は、その事実を知り、宇宙人に外のものを食べさせてあげたいと思い、勇気を出すために膀胱を殴り、自慢の手料理牛を振って作ったお手製バターのエンド豆炒め、無ぼっこ添えを持って、雨の中彼女を思いかけてゆくという感動物語。いいね。50万リツイート確定の感動短編だったね。じゃあみんな、バイバーイ。ちょっとまた声ちっちゃかったね。まあ今回はいいけどね。フィードバックして、次は気をつけてね。